Yeah, bonjour. My name is Noel だ。ようこそ3分ビューティーの時間へ。今日は以前リクエストをいただいた男性のヒゲの処理についてお話しするよ。さてさて、ヒゲ処理といっても方法はいろいろで、もちろんシェービングする。例えばそれはカミソリを使うのか電動シェーバーを使うのか、もしくはシェービングではなくもう脱毛をする。一昔前だとメンズの脱毛ってあまり馴染みがなかったと思うんだけど、最近ではこっちが増えてきていて、ちなみに僕もヒゲは脱毛をしてます。大学生の21歳の時に脱毛サロンに通い始めて、で今この状態でもうヒゲは1年半くらい剃ってないです。でシェービングに関しては、まあ、以前剃っていたっていうこともあるので別の動画で話そうと思うんだけど、今回は僕が脱毛してるっていうこともあるので、せっかくなのでそのヒゲ脱毛について少し話していくね。結果から言うと本当にやってよかったって思える。僕の周りでも何人かヒゲ脱毛してる人たちいるんだけど、全員やってよかったとしか口を揃えて言わなくて、メリットは大きく分けて2つ。1つ目は大幅な時間短縮。ヒゲを剃るっていうのを毎朝繰り返すっていうのを、なんかその朝の5分とか3分とか、それがなくなるっていうのは限られた時間の中での朝の戦いですごくありがたいし、なんかいつも僕ヒゲ剃ってる時にこの何です、毎朝剃るのに必要かなヒゲって思ったりもしたことがあったので、そういった意味ではないのはめちゃくちゃ便利です。で2つ目、肌が綺麗になる。まあ1つ目は単純に見た目の問題で、肌をこう顔を見た時にヒゲがこううっすら浮かんでたりすると、剃った後でもやっぱりこう完全に見えなくなるっていうことはないと思うので、そうした時に別にそれはこう男性らしさっていう、まあ、イメージがあったりすることもあると思うんだけど、まあ、もしヒゲが必要ないなと思ってるならない方がこう肌の質感としては綺麗に見えてくるし、肌も全体的に明るくなるので、そういった意味で綺麗に見えるっていうのが1つ。2つ目は、剃るとどうしてもそれは肌にとって刺激になります。で極力美肌を実現する上では刺激っていうのを与えない方が好ましいので、そういった意味ではもう剃らなくていいっていうことからも一切刺激がない。それはすごく美肌を実現する上で好ましいし、個人的にもそれは効果を実感していて、基本的にこのヒゲの部分が荒れるっていうことは減ってくるので、僕の場合もはや脱毛してから荒れてないっていうくらいなので、そういった意味でめちゃくちゃおすすめです。いいことだらけかっていうと、まあ、もちろんちょっとデメリットはあって、どうしても費用の問題だよね。これは脱毛サロンによっても違うし、人によってもその行く回数は違うので、大まかな目安をお話しさせていただくんだけど、まあ、そこそこかかります。前提としてヒゲの脱毛にはレーザー脱毛とフラッシュ脱毛っていうのがあるんだけど、レーザーはちょっと痛いっていうのも聞いていたので、僕はちなみにフラッシュ脱毛に変えました。光を当てて毛をどんどん薄くしていくっていう工程なんですけど、これは月に1回僕が通ってました。でこの月に1回っていうのをだいたい10回くらい、僕の場合は10回くらいで今の状態になって、それからはまあ2ヶ月に1回くらい、今でも2ヶ月に1回くらい通っていて、それはもう15分くらいで終わるので、時間的にはそんなデメリットもないしすぐ終わるのでそこはいいんですけど、人によってはもう少し15回くらいやらなければならないっていうケースも聞いたことがあるので、そこは実際にカウンセリングに無識になる方は行ってみるのがいいと思います。なのであくまで僕の話をすると、だいたい10回ちょいでこうなったっていうのを、まあ、もし料金下で際とかの目安にしてみてください。でなんか基本的に脱毛の動画はまた別で撮ろうと思うので、その時にこう大まかな全体の料金もお話しできればなと思っているので、そっちも待っててね。よし、それじゃあ改めてヒゲ脱毛をするメリットとデメリットはこちらです。どうかな、今日はここまで。最後まで見てくれてありがとう。 See you in the next video. アビアント。